ベッドサイドサンタクロス実況プレイ始めていきたいと思います。サンタさんにたくさんプレゼントもらっちゃおうみたいなゲームらしいです。やってこ。エンディングが5個ぐらいある。超短編ゲームらしいっすね。ワンプレイ5分ぐらいで終わるらしいっす。お名前は？お名前、ハオです。よろしくね。あなたの名前はハオですね。イエス！え、まさか今のでもエンド分岐なのか？セーブしとくか。夜中、目が覚めると真横にサンタクロースが立っていた役怖すぎるだろ。ベッドサイドサンタクロースってそういう意味。サンタさん、こんにちは。ハオ、あえて、あ、サンタさんか。サンタさんが喋ってんのね。こんにちは、ハオ。あえて嬉しいよ。君にどうしても直接プレゼントを渡したくて起きるのをずっと待ってたんだ。ストーカーじゃん、ほぼ。お父さんとお母さんぐっすり眠ってるよ。起こすと悪い子だから、起こさないであげようね。私はちゃんと、ハオが起きるのを待ってたからね。無理やり起こされたら、ハオも嫌だよね。そりゃそうだろ。そうだよね。いい子だね。いい子のハオにはプレゼントをあげよう。どっちがいいかな？どっち？え？そんな、いらないよ。そんないけないな、ハオ。人の声を踏みにじってはいけないよ。ハオが喜ぶと思って一生懸命選んだのにひどいこと嫌だってさ。一生懸命お前選んだかもしんないけど、その声を受け取るかどうかは俺が決めたいよ。もう一度聞くね。どっちがいいかな？いらねえよ。これは、断り続けても意味がないのね。意味ある。え、どうなの？という夢を見ていたみたいだ。怖。サンタさんがベッドの横に立ってるってなんだか変だもんね。サンタさんっぽくないもんね。さあ寝よ。なんだこりゃ。怖。ナイフ持ってる。持ってる角度。エンドさん、サンタさんがやってきた。怖。怖。怖。全然コメディじゃねえ。コメディって書いてあったのに。バチバチにホラーなんだけど。じゃ、ひらがなハオで。で、あなたの名前ハオですね。で、ここでセーブしとく。で、ノー。お名前は、何も入れない。ノー。ノー。これノーを押しまくると。これは関係ないのね。これは関係ないのね。じゃ、サンタって入れてみるか。俺もサンタ。よろしくね。俺の名前はサンタだ。で、サンタが来るんでしょ？こんにちは、サンタ。会えて嬉しいよ。君にどうしても直接プレゼント。お、サンタさんにサンタって呼ばれると変なんだよな。ま、ここノーにするか。起こされると嫌だよねをノーにしよう。そうなんだ。サンタは私よりずっと心が広いんだね。私はあんまり心が広い方じゃないから尊敬しちゃうな。そうなんだ。サンタさんなのに。さあ、心の広いサンタにプレゼントあげよう。どっちがいいかな？いらない。これ、心広いとか言ったけど全部断り続けるとどうなる？どうなる？という夢を見たのか、また。という夢を見ていた。変わんねえわ、エンドさんだ。プレゼントもらおう。おっきいやつかちっちゃいやつか。おっきいやつの方がいいよ、そりゃ。当たり前だろ。大きい方か、素直でいい子だね。もっと欲しいよね。もっと、欲しい。じゃあ、いっぱいもらおう。大きい方か、欲には忠実の方がいい。人生後悔しないためにもね。じゃあ、もっと欲しいよね。もっとくれ。なんだ。私はサンタクロースだよね。いや、お前が決めろよ、それは。多分そうなんだろう。君はいい子だよね。もちろんだよ。でも知らない人からプレゼント受け取っちゃダメだな。世の中を舐めてるのは嘘だろ。なんだこいつ。青のお母さんはきっと苦労しない人生だったんだろうな。ダメなお母さんだな。世の中を舐めてちゃ怖い目に遭うな。死んでも治らないって言うよな。お母さんは間違って、なんでお母さんなの？俺じゃなくてなんでお母さんの方にヘイト言ってんの？そう思うよね。いや、思わねえよ。舐めんなよ。僕にはお姉さんがいてね、両親はお姉さんばっかり可愛がっていて、僕と扱いが全然違ったんだ。どうしてかな？急に自分語り。僕は出来が悪かったからかな。悪い子だったからかな。クリスマスプレゼントも全然違ったんだよね。お姉さんはすごく豪華でキラキラしたおもちゃをもらってさ、僕はいつも綿菓子一つ。
僕はお父さんもお母さんも嫌いだったけど、何にも疑問に思ってない幸せそうなお姉さんが大嫌いだった。姉さんの幸せを人生をぐちゃぐちゃに潰してやりたい。僕は悪い子だからね。あ、俺のお母さんがお前のお姉ちゃんってこと。さあ最後のプレゼントだよ。何が入ってるか楽しみだね。え、お母さんが入ってんの？どうかな、もらってくれるよね。え、もらうわ。じゃあありがとう。何だったの？お花さん、メリークリスマス。素敵なお花がいっぱい、綺麗なお花がいっぱい。サンタさんからプレゼントもらえて嬉しいな。幸せだな。エンドにサンタさん本当にいた。え、何なの何なの、よく分かんなかった俺には。おー、どういうことだよ。じゃあ大きいプレゼントもらって、もういらない。そんないけないな。あー、そうなんだ。じゃあダメなんだこれは。じゃあちっちゃいのもくれ。小さい方か、大きいものは邪魔なのかな。小さいものならもっと置けるし欲しいよね。いらない。あー、そうなの。大きいの。私はサンタクロースだよね。いいえ。じゃあ私は誰だかわかるかな。あ、わかるよ。お母さんの弟だろ。どうしたのかな、そんなキョロキョロして。人とお話しするときは目を見て話さないと失礼だよって。お母さんに教育されなかったから、めちゃくちゃお母さんのこと気にしてる。ダメなお母さんだ。難しい言葉を使ってごめんね。違うところを見るのは悪い子だよってことだよ。お話聞いてくれてないのかなって思うからね。お母さんもそうなのかな。いや、知らんよ。なんだこいつ。知らねえよ。僕にはお姉さんがいてな。これね、さっきのくだりね。もらってくれるよね、最後のプレゼント。いらねえよ。お前からもらうプレゼントはない。何だったんだこいつは。という夢を見ていた。サンタさんがベッドの横に立ってるなんて、なんだか変だもんね。サンタっぽくないもんね。さあ寝よ。あ、エンドさんだ。ほう、あれ、エンディングの撮り方ちょっとむずいな。はえ、じゃあ起こされんの嫌だよねを別に嫌じゃないっていう。心が広いな、心が広い人になる俺は。で、プレゼントをちっちゃいやつもらう。小さい方が賢くていい子だね。このルートで行こう。プレゼント小さい方を選ぶと賢くていい子なの？なんで？もっと欲しいよね。いらねえよ。あー、まあまあ、小さいのめっちゃもらうか。3回もらうと変わるのか。私はサンタクロースだよね。そうじゃない？君はいい子だね。いや、違うよ。悪い子なの。悪い子だよ。うわ、なんだなんだ、急に。なんちゃってブラックジョークだよ、怖っ、ノリが。いい子はゆっくりお休み。明日はいいクリスマスになるといいよね。エンド4、優しいサンタさん。いや、怖い怖い怖い。怖い、このゲーム。2、3、4が取れた。あと1と5。おー、なんなんだ。悪夢みてえな話だな。じゃあ、小さい方を選んで、ずっと小さい方もらって、私はサンタクロースだよね、ノー。じゃあ私は誰だかわかるかな。いや、全然わかんない。知らない人からプレゼントを受け取っていいのかな。知らないよ。でも受け取ってたよね。行動や言動がコロコロ変わる人はサンタさん嫌いだな。そうな、お前に好かれたくて生きてないんだけど。調子がいいな、お母さんと一緒だ。は出た、お母さん語り。ああ、調子のいい口だけのやつは大嫌いだな。お母さんと同じだな。わ、殺されそう。なんだなんだ、俺殺されてんのか今。最後のクリスマス。ああ、なるほどね。おー、地獄じゃねえか。地獄だよ。全然コメディじゃねえ。コメディだったのエンド4だけなんだけど。で、小さい方を選ぶとか大きい方を選ぶとか関係ないんだな多分。この最後の選択肢なんだな。私はサンタさんだよね、はい。君はいい子だよね、はい。でも知らない人からプレゼント受け取っちゃダメだな。世の中は舐めてる。ああ、ここは変わんねえな。いや、そう思うよねって言われたわ。いいえって言おう。ダメなお母さんだな。世の中舐めちゃう。怖い目に遭うな。死んでも治らないって言うよな。お母さんって間違ってるよね。お母さんは間違ってない。あ、お母さん間違ってるって言うんだな、これ。全部イエスで返すのか。じゃあ全部サンタにイエスで返すわ。お母さん悪い人だ。
ああ、調子のいい口だけのやつは嫌いだろ。うわーそうなのか。お、むず、お、難しい。え、どうすりゃいいの？最後のクリスマスになった。じゃあ私はサンタさんだよね、ノー。じゃあ私は誰かわかるか、ノー。知らない人からプレゼントもらっていいのかな、をイエスにしよう。ダメなお母さんだな、世の中舐めてちゃ怖い目に遭うな。死んでもなるまならない、お母さんで間違ってるな、そう思わねえよ。あー、あれ変わんねえな。あ、小さいプレゼントはダメなのか。プレゼントもらう。あ、もらった。なんだなんだ。なんか髪の毛がいっぱい入ってるな。エンドイチサンタさんのサプライズ。うわ。お母さんを殺したのか、今のは。え、全然コメディじゃねえ、ホラーだ、めちゃくちゃ。というわけで、全エンド取れたので、ここまでにしよっかな。いや、めちゃくちゃ不気味な作品だったな。コメディだったらマジでエンド4だけだ。ベッドサイドサンタクロース、ここまでにしたいと思います。ここは、サンタさんって怖いんだ。